おはようございます6月14日10時28分モーニングショットを再録をしております先ほど途中で、えーまあ、収録をしていたのですが途中でちょっと外線電話かかってきましてですねその分で、えー、収録が途切れてしまいました、えー、今確認をしましたら途中までしか入っていないので再録をしております、えー、まずはじめに、えー、再録をする前最初の収録の時にまだ134円の30つかなかったので サンマルは、えー、キャンセルをしますということで、えー、お話を実はしたんですけれど、えー、収録が終わってすぐにキャンセルをいたしました、えー、その後に、えー、134円の、えー、35ぐらいまでですかねあ36まで行ってんのか36台ぐらいまで跳ねましたかね私ちょっと35台ぐらいまでしか見れ,見れなかったですあ364まで行ってますね、えー、まで跳ねた 時に、えー、まあちょうど自分も少し売ってキャンセルした後上を売って、えー、買い戻しをしております、えー、本日でございますが134の2535での売りをドル円ストップ134の55で買い戻しは133の8070のイメージを作っておりますユーロドルは1.04455の売りから1.0475でストップ1.038070買い戻し ユーロ円は139円の95140円の0 5で売り140円の35で,でストップ139円の3020の買い戻しをポンド円は163の3545での売りから163の75でストップそして162円の7060買い戻しをタイドルは1.218595の売り 1.2215のストップ1.212515での買い戻しを、えー、OG 円は93の5060売り93の7 5ストップ92の8070買い戻しタイドルは0.697080売り0.70ちょうどでストップ0.692010買い戻しニュージ乳 G 円は84の4555売り84の8 5でストップ 83の買い戻し、タイドルは0.6295、0.6305で売り、0.6325でストップ、0.624030の,の買い戻しのイメージを作っております、えーまあ、ちょうどですね、奴、え、隷、ーまあの方が134の、まあ、3 5アッパーまで行きましたけれど、えー、上値は確かに重たいと思いますが、朝方少し突っ込んで売っていた133円台。 当のストップロスが出たかなというのと、中年前にある程度、実時の買いもですねやっぱり買えてない人たちというのは、135円台を見た後の133円台ですから、やっぱり買,買えてない人たちはそこから買ってくるだろうなというふうにイメージをしております。とりあえずは東京の高値はもう今、つけてるんではないかというふうに思いますので、ここからどこまで押し込めるか。 もしこれがあまりあまり134割れないような状態ですと、もう一回欧州時間帯にかけて買い戻しが入ってしまうかもしれないので、ショートもですね早め回転の方がいいかもしれません。それでは本日もよろしくどうぞお願い申し上げます。モーニングショットこれで終了です。